メマツヨイグサは赤羽中マツヨイグサ族の二年草。道端や荒れ地などに生える雑草。この草は北アメリカ原産で、アメリカ原住民は傷などに利用し、今日では月味草油としても用いられるが、その効果を裏付ける研究は十分ではない。草丈は50から150センチメートル。茎に上向きの毛を持つ。葉の先端は尖り、浅い虚子がある。 葉の旬脈は赤くなる。花は夕方黄色い花が咲く。花はしおれても赤くならない。花弁と花びらの間に隙間のあるものを荒れちま強い草と呼ぶ場合もある。北アメリカ原産で欧州や南半球でも生育する。日本では明治時代に確認された幾何植物。アメリカ原住民は植物全体を傷に根を地に葉は軽傷の傷や 消化器の不良、喉の痛みに使った。今日ではその油が、月味噌を油として利用され、失神、関節リウマチ、月経前、症候群、高年期症状に利用されているが、ほとんどの健康状態に関しての科学的証拠が十分ではなく、失神では役に立たないと考えられる。乳がんに効くのではと取り上げられたこともあった。油は、ほとんどの人に安全である。 月味噌油には、ガンマリノレン酸が含まれる。ありがとうございます。